多発する高齢ドライバーによる交通事故。それを受けて今年の5月13日から高齢者の講習に運転技能検査が義務付けられるなど、運転免許の更新がより厳しくなりました。今、高齢者の運転をめぐってさまざまな取り組みが行われています。滋賀県警では高齢ドライバーに安全な運転を心がけてもらおうと、全国に先駆けて定期的にある取り組みを開催しています。近年ですね、全事故に占める高齢ドライバーの事故が年々増加する傾向にありますので、高齢ドライバーの方に自分の運転を見直してもらう、そういった意味で開催しています。では高齢者の運転にはどんな特徴があるのでしょうか。今67歳です、はい、運転歴何年なんで、40年以上ですね。まあまあ自信はありますけども、うん、はい、まず帽子かぶっていただいて、はい、警察官が全部で3つのセンサーを取り付けていきます。足にもつけさせていただきますね、はい、右足だけ、はいはい、車の走行場所とか速度とかを測ることができるんです。これによりまして帽子に取り付けたセンサーは首の動き、右足はアクセルとブレーキの踏み加減を測定します。これはオブジェと呼ばれるシステムで、運転中の行動をデータ化し、ドライバーの運転パターンを把握することができます。ドライバーはおよそ20分走って元の場所に到着。まあまあできたかなと思いますけども、はい、読み取ったデータは直ちにコンピュータで解析され、本人に報告されます。お待たせいたしました、はい、1枚目開いていただいた左側に総合評価がありますので、はいはい、A から E までありまして、はい、C 平均です。中央の横線を基準に、上が左方向の確認、下が右方向の確認、折れ線の平らな部分は確認時間の長さを表します。こちらのドライバーの場合は、時間が長いとここがこう平らになるんですけど、はいはい、もっとしっかり見ていただけたら、もうちょっと 点数が良くなってたかなと思います。交差点を曲がる際、軽く左側を確認するだけで右折してしまいました。グラフを見ると、その運転パターンが一目瞭然です。やっぱりその横からね、すり抜けてくるバイク、自転車、交通量そのものが少ないので、そういうのを巻き込み事故を防ぐために、しっかり顔を向けてミラーと目視で確認いただけたらと思います、はい、普段もう何気なく運転しててそんな気がついてないですね。ここで初めて、まあ、はい、あ、そうですね、こうやって見ていただいて初めて確認できましたね。今回の受講で最高齢の75歳、運転歴50年のドライバーは、指先で確認するものの首は動いていません。さらに交差点に進入しても右方向をさほど見ることなく左折していきました。結果は、交差点進入前の左確認不足です。ああ、なるほど何か動いてるようなものに対してはよく見るんだけど、それでも見落としますね。これで止まったつもりが一番怖いんだと思いますね。今回受講した高齢ドライバーの共通する特徴としては、左右の確認が浅いことでした。この特徴はこれまでに受講した360人以上の高齢ドライバーに共通していることだといいます。数々の高齢者の事故現場を調査してきた滋賀県警の分析官は、高齢ドライバーの事故の特徴としましては、出会い頭事故が非常に多くなっております。これは先ほどのオブジェの結果と一致をしておると
左から車が来てないか、あるいは右から来てないかというのをしっかり時間をかけて確認をすると、こういうことができていないがために事故が起きると、こういうことですね。後藤分析官は今後オブジェでなければできない事故原因の分析を進めていきたいと言います。右折の際の巻き込み、これが約9割占めております。なぜ9割も右折の時に多いのかと、ドライバーはどこを見てるのかと、これをですねオブジェのデータを元にですね分析をしてこれから行こうかなと。一方で車を手放せないという高齢者も多くいます。そんな人たちのために車を改造しているのがこちらの自動車工場。これが高齢者用に改造した車になります。こちらに見えているブレーキが、これが手動の補助ブレーキになります。これを押すとこれブレーキがかかるという形になります。踏み間違えたりとかする場合には視覚的に見えるバーを押すことによって、ブレーキがかかる。本来こちらの工場では障害者用に車を改造しているのですが、その技術を高齢者用に転用しました。他にも高齢者の方がハンドルを回すのに、手が追いつかないっていう、そうなケース、ハンドルの旋回装置、補助装置、こういうふうなものがあります。高齢者の事故が起きた後は極端に問い合わせが増えるという、そういうような傾向があります。後ろを見る鏡であるとかカメラであるとか対応することによって視野を広げてあげるという、そういうふうなその改造というのは可能にはなってくると思います。高齢ドライバーが関係する死亡事故統計を取ったところ、約 88% が夜間、天候不良、遠距離運転、こういった時に発生しています。高齢ドライバーの方の事故が1件でも減るように、今後もオブジェの講習を実施していきたいと思います。高齢化が進む日本、高齢者の事故を減らす取り組みが今様々な形で行われています。